はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、バイオハザードエリート2やっていきましょう。よいよ、時間を受けて解放されようではないか。もうそろそろちょっとね、地上の光を浴びないとね。やっぱり人間ってね、ビタミン D を生成するためにね、光合成をしない、光合成はできねえな、太陽を浴びなきゃいけないですからね。だから本当思ったよね、なんか年取っていけばさ、まあ、そういう情報を知ってからなのかどうかもちょっとよくわかんないけど、やっぱね、日に太陽を浴びる時間が長いか短いかによって、なんかその日の睡眠の質っていうのも高まるか、そのね、質が低いかっていうのは結構関わってくるなぁなんて。だから思いっきり外とかで、娘連れて公園で遊んだりとか、ね、した日なんかにはもうぐっすり寝れるし、あとはその外回りで結構ちょっと歩く時間が長かったりとかした日なんかにはね、するから。だから、個人的には夜じゃないや、冬よりも夏の方がなんか睡眠質いいんじゃないかって思ったりするけどね。まあ、皆さんいかがでしょうかね。だってほら、紫外線っていうかね、太陽出てる時間も長いし、暑いし、きついしっていうね。さてさて、なんかね、当たらない爪を一生懸命バンバン振ってますけどね、まあ、可愛いやっちゃっていうね。そろかな。よく見たらなんか顔がベラベラ出てるのが見えてくる。あ、違うな、今何回目だっけ、忘れちゃった。開け、じゃあこのまま抜けていきましょう。やっぱり生きてたのね。がっつり被ってた気がするけど、お、あ、へえ、あ、ナイトのマークある。あ、違う違う違う、これ一瞬でも引っかかるとね、やばい、走ってくるのが早いからね、やつね。ほら、もう見えてんじゃん、後ろ。やばい、来てる。急げ。よいしょ、こっち。もう降りてきてるよね。さあ、おいで。ファイル。全然ダメージ食らってる感ないな。これ、あれだよね。いって。バイバイ。操作ミス。もう一回戻ろう。倒れた。よし。今のうち。サプライズプレゼント。再びポチ。起き上がってきたら、これで。よし。あ、一撃じゃ無理か。ちょっとダメージ弱かったね。だいぶあれだね。皮がひんむけてる感じしてるね。でもさ、なんだろう、ほら、シェリーはさ、その DNA が一緒だからって言って、ね、種植えちゃったけどさ、もうお父さんが種植えるって言ったら、もうね、完全にもうやばい言葉、やばい状態なんだけど、その、所長には種植えつけたじゃないですか。で、まあ、ね、適合しなくて、まあ、子供は生まれたけど、直接生まれたけど、ね、種植えつけたじゃないですか。クレアには種植え付けようとせずに攻撃してきてる。どういうあれで判別してるのかな。で、ここら辺が何なんだろう。 G ウイルスの G ってどういう意味だったっけね。でもやっぱりその繁殖力の強さだったりとか、それから何回殺されてもあえてね、携帯が変更して現れてくるっていうところから、あの G なんじゃないかっていうね、勘ぐったりとかしてしまうけど、そこら辺は一体正体どうなんだろうな。テラフォーマーズとかに出てくるさ、G とかだったらさ、もうゴーって言っちゃったけどさG とかだったらなんかね、あんなね、究極に進化していくってなったら、もう人類太刀打ちできないもんね。果たして人類がそこまで成長できるかどうかな。繁殖力で言ったらやっぱり日本人じゃねえ、人間よりもはるかに爆発的にね、伸びていくのがあの G の生態だったりするからさ、そんなところなんだよね。まあ、でもそれを考えると、やっぱり数の力って偉大なんだろうなとかって思うけどね。さて、だいぶあれだね。目もやばいけど、肌の色もやばかったりするよね。これいつも思うんだけどさ、これね、何回か RE2 プレイさせてもらいましたけど、
親としてさ、なんかさ、娘のこと愛してるとか、本当口だけなんだよね、こいつね。知り愛してるわって言うけど、だってね、愛してたらさ、それがさ娘に伝わってさ、ね、実際これ姉と死ぬじゃん。死んだ時にお母さんってずっとそこで離れないのにさ、クレアってさ、クレアと一緒に脱出するっていう風になるんだとしたらさ、ね、もうお母さんのこと早々に見限っちゃってるよね。だってあっさりしてるもんな。これ以上言うとちょっとあのまだ R2 見たことない方がもし万が一にもでもいたらちょっとネタバレになるんで伏せますけど、あなたを愛してるわ。そんな感じなんだよね。さようなら。さてさようなら。まあね、もう見限ってるからね。まあ お母さんの方からシェリーのこと見限ってるからね、まあ、死んだとてシェリーが見限ったとしてももうお母さん何の文句も言えないっていう、そんな感じだね。そっか、自業自得なんだな、結局な。よし、じゃあ連れて行きましょうか。すごい悲しそうな目してる。でもレオンじゃないや、クレア、もうなんかもう、さっきから言い間違いがひどいな。ごめんなさい。レオン、違うね。レオンではないんだ。落ち着け。Don't worry, be happy。クレアとクリスのお父さんはいないっていう設定だけど、これは何なのね。なんか、もう、ついに自殺。じゃねえや、事故で亡くなってるとかそういう設定になってるのかな。ドアがなんか開いてる。あれ、頑張ってシェリー、誰かがお導きを。まさかエイラー。あれあれ、もう少しだからね。ゾンビいない。あと少し。そっか、もしこれゾンビ生きてて倒さないままにいたとしたら、この状態だと倒せなくて2人もるともうわーってなっちゃうから、そうならないように死体になったとて生きてたとて消すっていう、そういうシーンになってるんだな。へえ、なるほどね。いやー、12歳になった、12歳の女の子軽々上げるクリアってすごいよな。12歳ってなったら、まあまあまだね、あのこっからあの超発育よく育っていきますから、まだまだあのね、あのペチャペチャなところもボインボインになっていきますからね。まあ発育中のシェリーちゃんとはいえ、それではやっぱりね、19歳のか弱い、まあ兄貴からなんか特殊訓練というか、なんかそういうのは受けてたみたいな話は出たりしてたけど、とはいえさ、とはいえ一女子大生がさ、あんな女の子軽々持ち上げて歩かずにさ、あんな スキップみたいな感じでポコ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 歩くっていうのはなんかすごいよね。あれはなんかなかなかできないことだと思うけど。ね、大丈夫？さあ、実際脱ぎ脱ぎしちゃいましたね。これクレアの？兄貴からもらったの。兄にもらったの。あ、でもそういうの確かにあるな。常に身につけてるものみたいなね。今はもうないけどな。ネックレスとかそういうのつけたりしたけど、やっぱり仕事やってるとなかなかそれをね、特に今クールビズの時期だからそんなことできないし、ね、私があなたを巻き込んじゃったのよ。あなたのでしょ。もういらない。そうなの？どうして？可愛いの？もう完全にママのママパパ大嫌いじゃん、本当に。ママにもらったの。にしてもこれすごいよな。てかセンスないよな。12歳の女の子にあげるものがこれ、ウロボロスだもんね。これあれか、ファイブにつながるウロボロスにつながってるのかな。これをやってる時のウェスカって一体何してんだろうな。どこで何してんだろうな、本当に。だって、まあ、一応12月にコードベロニカがあって、あれの時再会してるけど、でもその期間ね、どこに潜伏した、あそこなんか何だっけ、 H なんちゃら F HSF HCF だから、そんなにいたんだよね。じゃあこのパートに関してはちょっとまあ時間短いと思うんだけど、一旦まあもうネストに来たんで、シェリーのことをちょっとベッドにほったらかしにして、そこで、終了とさせてもらおうかなと思います。武器のラインナップどうするかだね。まあ、とりあえずもうちょっといらないハンドガンとか最後打ち切ってしまって終わりにしていこうかな。まあ、なんかあの SLS だっけの強化弾とかも手に入ったし、あのマグナムとかもどんどん使っていかなきゃいけない。まあ、あと言うてもボス戦あと2回だからね。隔壁が完全に解放され、しばら
皆さん今どっち見ました？赤い方、青い方、正面、後ろ。スパッツさえ生えてなかったらね、もう全員が多分正面の方を向いてたかもしれないけどね、やっぱりなんだかんだね、あの生足が好きな子もいるからね、そういう性癖の話はどうでもいいっちゅ。じゃあちょっとせめてこのシーツをなんかね綺麗にできたらよかったんだけど、ね、だって枕だって今あの結婚なのか重婚なのかちょっとよくわからないものが思いっきりバーンってあったもんね。怖い怖い。何か手がかりはないの？抗ウイルス剤？これだ、これだ。パッと見てすぐ分かる19歳ってすごいよね。なんだかんだレベッカの次に賢いんじゃないかと思うもんね。ここで待っててくれる？すぐ戻るから約束する。 OK。 よし、じゃあこのタグももらいました。でメールちょっとチェック。デベルデボルデブ。ダメージ受けちゃったかな。で地図ゲットで打った分の半分は回収かな。でもやっぱグレネードランチャーって強いんだなって思うけどね。2発ボーンって打つだけでさ、あの G2 がさもう倒れてさ、もう熱いの立ってられないの、燃えちゃうのっていう状態になっちゃうわけだからね。よし、じゃあアイテム整理だけちょっとさせてもらいます。何がいるかな。まあでも火炎弾持って、うん、まあでも一旦はイビーはまだ出てこないから、ちょっとこうなってくるとね、なんかスパークショットの使いどころがよくわかんなくなっちゃうんだよね。どこで使うか、まあ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 いいか。何を持っていいか。 SLS で合ってたね。 SLS で60だね。うん、まあこんなところですかね。ちょっと違う。よし、じゃあね、最後まで本日も動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、あのチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して応援していただけると嬉しいです。ということでね、また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。